さあ、ブラックフェイスレッスン3問立て授業の最終章だ。今回の舞台版第五人格で起こったブラックフェイス騒動を避けるためにはどんな選択肢、解決策があったのか、そして今後エンタメに関わる日本人はブラックフェイスとかこういう問題に対してどうやって向き合っていけばいいのかをとことん考えたいと思います。今回のような黒人キャラが出てくる創作物の、舞台版とか映画版の上映をする時のチョイス、この5つあると先生は思います。まず1つ目、黒人キャラ自体の出演をなくす。これは悲しすぎるよ。もうこれダメでしょ、誰も幸せにならないよこれ。前回みたいにああいう賛成派と反対派が激しい言葉で罵り合ってもう仲間戦争みたいになっちゃうと、もうこういうことになっちゃうんですよ。逆に海外の創作物の中から日本人のキャラクターが排除されたりとか、だからこういうのを避けるためにはもうお互い感情的にならずにちゃんと話し合いで解決するっていうのが大事なんですよ。だから黒人ルーツのある役者を起用する。前回の授業でこれに関してちょっと掘り下げたけども、黒人のルーツを持つプロの演技力がある、もう日本語ネイティブレベルに喋れる役者って日本では まだやっぱ少ないんだよね。実は俺7年ぐらい前にアフリカ座っていう劇団の舞台でね、織田信長の物語で信長に家来として仕えてたっていう黒人の弥助を演じたことがあるんだよね、ブラックサムライが、で前回の授業でも登場した副島淳先生に、そういうことがあったよって聞いたら、なんと副島先生も別の劇団の舞台で弥助演じたことがあったらしいのよ。おい待てよと思って、先生恐る恐る星野ルネ先生にも確認したんです。そしたらなんと星野先生も再現 VTR で弥助やったことあったらしいのよ。こんな身近に弥助3人もいるのかよ。おいでこうなったらお前弥助プロダクション設立や、日本全国の弥助を総取りするんや、全国日本統一弥助物語や。でもね、冗談だけで黒人キャラだけにこの黒人役者を適用するっていうルールを採用しちゃうと、今度やっぱ白人キャラにも白人の役者を使わなきゃいけないとか、ヒスパニック系にはヒスパニックをしないと逆に差別になるっていう声も出てきちゃう。人種のルーツもアメリカさんだったらそれはできますよ、いろんな人種がいるからね。日本の舞台でってなるとね、やっぱ 100% 無理とは言わないけど、結構まだ少ないから難しいんじゃないかなと思うんだよね。でもこういう選択肢があるよっていうのはやっぱ考えた方がいい、これからの時代。そうなるとやっぱこの3番、日本人役者に黒塗りをさせないまま演技させる、これがやっぱ一番現実的なんじゃないかなと思うんだよね。もう日本は今まで通りカラーブラインドキャスティング、またの名をノントラディショナルキャスティングでいいと思うんだよね。てかマジでそうするしかないでしょ。ちなみにアメリカの舞台とかミュージカルとかでも常にこのカラーブラインドキャスティングとか、これは話題になってんの、議論になってんの。先生ニューヨークで演劇の学校行ってたんだけど、その時日本人の先輩でトシさんっていう人がいたんだけどね、その日本人のトシさんがね、ストリートカーネームデザイア、欲望という名の電車っていう有名な舞台でなんと主役のスタンリーを演じたのよ。このスタンリーは映画版だと白人のマーロンブロンドが演じてるのよ。でももちろんトシさん舞台で演じる時に金髪のにしたり付け花つけたりそんなことしないよ。もう主役の、スタンリーを堂々と英語でアメリカで演じてるのを見て、俺は一日本人としてめっちゃ誇らしかったんだよね。あとこれ自慢なんだけど、俺もニューヨークで靴掛け時次郎っていう舞台の主役時次郎を演じたことがあるのよ。これ自慢なんだけどね。今言った2つはまさにノントラディショナルキャスティングの典型例ですよね。で、ニューヨークだとこんなの当たり前だし、アメリカにはアフリカン・アメリカン・シェイクスピア・カンパニーっていうのがあって、もう全員黒人キャストでシェイクスピアのロミオ&ジュリエットとかやったりするのよ。だからそういうのを見てきてる俺としては、第五人格のファンの人の一部がね、パトリシアのキャラはイエロースキンのまま演じてしまうと設定に入れないって言ってんだけど、俺はねそんなことはないと思うよ。さあ皆さん目を閉じてください。そして想像してみてください。全員黒人の役者が演じる半沢直樹を、皆さん想像してみてください。全員黒人の役者が演じる逃げ恥おっさんずラブを、面白そうでしょ、興味あるでしょ、まだついていけないか、
そうか、頑張ろう。よ、完全クローズド公演にして上演。これどういうことかっていうと、完全にもう密閉空間にして、その場にいる全員が同意のもと、もう何でもありでやっちゃう。もう黒塗りも付け花も何でもあるよ。ただし、ノー SNS、ノーメディア撮影。だから、会場前に入り口でお客さんも、書面に一筆書くのよ。私はこの舞台の内容に関して絶対口外しません。これも一個表現の自由の形として、俺は全然ありだと思います。お、超お疲れ様で。鉄壁の婦人キャストで上演。ニューヨークでメンズファッションウィークっていうイベントが毎年あるんだけども、もうここ数年ダイバーシティが進みすぎて、背が小さいモデルとか、プラスサイズのモデルとか、なんかあるいは普通のおじいちゃんとかが出ちゃって、もうなんか偉いことになっちゃってんの。まあそうやって多様性に富んだ感じで見せるっていうのは、ファッション業界、航空業界、もういろんな業界で行われてて、まあその手法を取り入れちゃうと。もしこれ見てるキャスティング関係者の皆さん、次ある舞台とか映画では、キャスティングに乙武さん入れたり、一光さん入れたり、ブラック侍も出ますよ。で、俺のスーパーの警備員のおじさん、タミヤさんとかも入れて、もう10人ぐらいでマイノリティで固めて、鉄壁の婦人で行けば誰も文句言わないでしょ、これ。ねえ。お、超お金さん。はい、というわけで、まあ、いろんな方法がありますよっていうことでね、最後の授業この辺で終わりたいと思うんだけども、もう一度、これ何度も言ってます。2020年9月現在、もう欧米では舞台でも何でもキャラに寄せるために肌の色を黒くするっていう行為はアウト中のアウトになってます。この認識だけは、全日本人が持っといた方がいいと思います。まあ、その認識持った上で、俺は黒塗りに命かけるんじゃ、この黒塗りの尊厳を守るために命をかけて戦うんじゃっていう人がいたら、もうそれはやった方がいい。そこまでの固い意志持ってんだったら、もう誰もあなたを止めれません。はいはい、というわけでこのブラックフェイス3部作の授業、本当に疲れました。また敵が増えるかもしれません。でも皆さんどう思いましたか？皆さんの、忌憚なき意見を聞きたいので、ぜひコメント欄に書き込んでください。ちょっとブラサム先生から最後お願いがあります。まあ、先生ノートのリンクを概要欄に貼ってありますので、もしよろしければ、ノートの方からちょっとサポートしていただけませんかっていうのと、あとスズリでねグッズ売ってるので、ぜひもしよければグッズを買ってください。2つとも概要欄に貼ってます。あとレンタル黒人超人気です。いろんなオファーが来てます。無料でどこまでも、交通費だけは取りますけどね、交通費だけは取りますけど、無料でどこまでも出張行きますので、ぜひ興味ある方はレンタル黒人も見てください。さあ皆さんいいですか？よし、お超金様でBlack, black, 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 black,